はいどうも、アヌです。今回なんですけども、業務スーパーシリーズ。今回も業務スーパーシリーズをやっていこうと思います。今回の食材はこちら、じゃーん、チョコババロアでございます。こちら1キロ、100g あたりは166キロカロリー、タンパク質 3.4g、脂質 6.6g、炭水化物 24.1g、食塩相当量 0.08g でございます。紙バッグシリーズはめちゃめちゃ業務スーパーも最強で、1キロサイズで数百円、2、300円とか、チョコババロア食べたことないんで、初めて。食べてみて、まあどれだけ食べれるかわからないんですけど、前回の阪急ベーカリーのパンを食べた後に撮っております。今からチョコババロアを贅沢に堪能していこうと思います。このチャンネルでは主に食について発信していくので、もしよければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。インスタグラムやフォローミーでは食以外の発信もやっているので、そちらの方もぜひチェックしてもらえればなと思います。ではイーティングタイムにいってらっしゃい。では食べていきます。いただきます。まずはこちらブランのドーナツからいただきます。あっさりしててシンプル。こっちの方がバナナよりはカロリーが高い。見てこれ、このプリンプリン、すごい。めっちゃココアの匂い。うわ、プルンプルン。めっちゃ濃厚、美味しい。これ冷やしてたけど、サムネ撮ってる間にもうめっちゃぬるい。これ美味しい、やばい。プリンよりもっちりで、ムースより滑らか。1キロ食べて1660キロカロリーか。リッチショコラケーキとカロリーで言うとそんな変わらんてか、多分こっちの方が低いと思う。加糖ぶどう糖液糖入ってるから、その甘さはある。見てこのプルンプルン。これはアレンジ料理とかでめっちゃ使えると思う。リッチチョコラケーキと違ってプリンとかゼリーみたいな感じで、ちょっと液体に近いから食べやすい。こっちの方がノンアルいただきます。今日も皆さんお疲れ様です。乾杯。好きな時に好きなものを好きなだけ食べれる人生って本当に最高。続いてこちら、ひろたのシュークリームのチョコレートいただきます。これちょっと安かったから久々に食べてみようと思います。1個あたり 38g で90キロカロリー。いい色。うん、チョコババロアを食べてるからなんか味気持ち悪い。ビターでコクあるけど、チョコババロアとこれを一緒に食べるのはちょっと完全ミス。単体で美味しいけど一緒に食べたら味がちょっと全然いつもと違う。味わからなくなったからまた後日食べよう。間でヒルトのシュークリーム挟んだ。めっちゃミスった。あれでなんか謎に効いてるわ。だいぶ満腹中制限、急に濃厚さが気持ち悪い。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで1キロのチョコババロアを食べたんですけど、1キロはきついな、やっぱり、うん、以前にオレンジゼリーも食べたんですけど、あれも1キロだったら後半きつくなって、これもラスト2、300ぐらいからいきなりドカーンってきて、ポケモンでいう HP がいきなり赤になるみたいな、そんな感じ。加糖ぶどう糖液糖入ってるから多分血糖値がパコーンって上がりやすい。もちろん適量で食べる分にはめちゃくちゃ美味しくて、リッチショコラケーキよりもぶっちゃけ食べやすい。書いてあるんですけど、チョコタルトとかそのいろんな感じでアレンジレシピもあるので、多分ネットで調べたら出てくるかもしれないので、もしよかったらアレンジレシピで使ってみるのもいいかなと思います。コスパはめちゃめちゃ最強なんで、その安くてデザート作りたいという時にはこれはぜひ試してみる価値はあるんじゃないかなって思います。業務スーパーシリーズや食の発信もしていくんで、これからもぜひチェックしてもらえればなと思います。本日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。アンドゥでした。バイバーイ。